はい、皆さんこんばんは。すいません、ライブ動画を始めたいと思うんですけど、さっき間違ってできる日本語の方でライブ動画をやってしまいました。急に切っちゃってすいません。はい、ここでライブをやっていきたいと思います。はい、今日は日本語での許可の求め方についてやっていきたいと思っています。コメントが、はい、こんばんは、見てくれてありがとうございます。はい、今日は日本語での許可の求め方についてやっていこうと思っています。はい、ではまず部下、家族、友達への許可の求め方についてやっていこうと思います。あ、コメントが、はい、こんばんは、見てくれてありがとうございます。はい、ゆっくり見ていってください。はい、なんだっけ、はい、そうだ、日本語での許可の求め方、部下、家族、友達への許可の求め方をやっていきます。あ、はい、こんばんは、レオさんかな、こんばんは。はい、ゆっくり見ていってください。はい、そうだ、そうですね、許可の求め方やっていきます。部下、友達、家族にです。はい、まず1つ目、これ借りてもいい？っていう感じです。あ、ペンを借りるという状況、ペンを借りるという状況でやっていきます。はい、私はペンを借りたい。例えば友達からペンを借りたいという時ですね。そういう時にどう言えばいいか、まず一つ目に、このペン借りてもいい？2つ目です、これ借りてもいいですか？3つ目です、このペン借りるね？っていう感じです。はい、もう一回いきます。このペンを借りたいときに皆さんが使う表現です。まず1つ目、これ借りてもいい？2つ目、これ借りてもいいですか？3つ目、このペン借りるね？っていう感じです。こういう感じで部下、家族、友達からペンを借りることができます。はい、はい、たくさんのいいねありがとうございます。はい、こんばんは。まずは日本語での許可の求め方について一通り説明してから、皆さんの質問に答えていきたいと思います。皆さんのコメント、質問に、はい、日本語での許可の求め方が終わってから答えていこうと思います。はい、はい、そうですね。では上司、お客さん、上司やお客様からペンを借りたい時に使える表現です。はい、まず一つ目です。こちらのペンをお借りしてもよろしいでしょうか。2つ目、こちらをお借りさせていただきます。はい、3つ目はより丁寧な表現です。丁寧な表現です。差し支えなければ、こちらのペンをお借りしてもよろしいでしょうか。
っていう感じです。はい、もう一度、上司、お客様にペンを借りたい時の表現3つもう一回やります。まず1つ目に、こちらのペンをお借りしてもよろしいでしょうか。はい、2つ目です。こちらをお借りさせていただきます。借りるという表現におをつけて丁寧にした表現です。お借りする、こちらをお借りしてもよろしいでしょうか。はい、3つ目はより丁寧な表現です。本当に上司、お客様に丁寧に接する時の表現です。はい、いきます。差し支えなければこちらをお借りさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、こういう感じです。はい、そしてもう一つ、例を挙げてみると、何かを見る、友達、家族、部下、上司、お客様の何かを見させてほしいとき、何かを見たいときに使う表現やっていこうと思います。部下、家族からやろうと思います。家族の何か本とかを見たいときに許可を求める方法です。はい、一つ目です。これ見ても大丈夫？これ見ても大丈夫？という表現。二つ目に、これ見てもいい？これ見てもいい？はい。三つ目に、これ見てもいいですか？これ見てもいいですか？こういう感じで、はい。次に上司、お客様の何か、お客様のカバンを見たい、何か上司の持っている資料が見たい、書類が見たい時に使える表現です。はい、まず一つ目です。こちらを拝見させていただいてもよろしいでしょうか。こちらを拝見させていただいてもよろしいでしょうか。はい、拝見という表現です。拝見、見るという動詞を尊敬語に丁寧にした使い方です。拝見する。見るということと同じなんですけど、上司の方とかに使うときは拝見がいいですね。はい、次に2つ目です。2つ目に、こちらを拝見させていただきますという感じです。はい、はい、見るという表という状況でやってみました。そうですね。では、皆さんが誰かから許可を求められたとき、どう答えればいいのかというのをやっていこうと思います。もし皆さんが友達や家族にペン借りてもいい？と聞かれたとき、皆さんが答えられるのは、うん、大丈夫だよって答えるか、うん、いいよというふうに普通に答えて大丈夫です。はい、
それでもし皆さんがお客様の立場だったら、上司の立場だったら、どう答えればいいのか、もし皆さんが差し支えなければこちらをお借りしてもよろしいですかと聞かれた時に、皆さんが答えられる方法としては、はい、差し支えありません、はい、構いません、はい、大丈夫です、はい、いいですよ、というふうに、これはペン借りてもいいかって言われた時にいいですよっていう場面だけ言ったんですけど、もしちょっと大切なペンだから借りさせたくないなって思う時、断る時ですね、許可を、そういう時は、すみません、すみません、すみませんが、こちらを貸すことはできません、という感じでやっていくといいと思います。はい。はい。一通り日本語での許可の求め方については説明しました。もしわからないことなどがあれば、ぜひコメント欄に書いてください。はい、よろしくお願いします。時間を空けてもう一度説明していこうかなと思っています。はい。すごいすごい熱烈な人が。こんばんは。はい。はい。地面って意味分かりやすく説明してくれる。地面ですね。地面。ちょっと待ってください。地面。どうしよう。ちょっと待ってください。なんて言えばいいんだろうな。地面、地面とも言うんですけど、ちょっと私が説明すると多分ちょっと誤解が生じるので、日本語の辞書に書いてあるものを読みます。はい、読みますね。地面または字面、文字の形や文字を並べた具合、またそれから受ける感じというのはフィーリングのことですね。感じ。もう一つの意味は、語句または文章が表面的に表す意味。はい、こういう感じです。意味としては、すいません、ちょっと難しかったかもしれないです。説明の中でここがよく分かんなかったっていうのがあれば、ぜひもう一度書いてください。ちょっと納得いくまでちょっと頑張って調べてみようと思います。はい。はい、こんばんは。こんばんは。はい、見てくれてありがとうございます。はい。彼がいるの。彼氏がいるかってことですかね。ちょっと内緒にしておきます。はい、はい、こんばんは。すいません、皆さん、最初の日本語での許可の求め方の説明はさっき一通り終わってしまったので、そうですね、あと20分後くらいに、20分後くらいにもう一度日本語での許可の求め方について説明していきたいと思います。はい、はい、カモンちゃんさん、
夜遅くまで遊びに行きたいとき、両親の許可をどうやって求めますか？はい、夜遅くまで遊びに行きたいとき、両親の許可を求める場合、はい、そうですね。こういうときは、こういうとき、はい、は夜遅くまで遊びに行きたいんだけど、遊びに行ってもいい？または遊びに行きたいんだけど帰りが遅くなりそうなんだけどいいかな、という感じですかね。はい、はい、そんな感じですかね。もっと簡単な表現っていうか、他の表現を知りたいという場合はもう一度すみませんがコメントにお願いします。チャンさんですかね。はい、子羊さん、こんばんは。お差し支えなければお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、ぜひお願いします。とても丁寧に、はい、ありがとうございます。ぜひ答えます。はい、はい、はい、ちょっと答えやすい質問からいきます。トンさんですかね。差し支えなければ付き合わせていただいてもよろしいでしょうか、といったような文を使っても正しいですか、という質問ですね。間違ってはないです。間違ってはないです。でも差し支えなければというのはすごく丁寧な表現で、本当にお客様や上司に使う表現なので、好きな人や異性に使うということになると、ちょっと相手と距離を置いたようになるんですね。距離を置いたようになる。だから付き合うということは相手のことが好きということですよね。とするともう少し丁寧ではなくて親近感のある表現を使った方がいいと思います。だからもしちょっとなんだろう、あんまり喋ったことがないけどこの人のことが好きという人がいて、その人に告白をしたいという時は、もしよければ付き合ってもらえませんか、もしよければ付き合ってくれませんか、っていう感じで、はい、言えます。はい、トンさんですかね。はい、こんな感じで大丈夫だと思います。はい、グエン・ガンさん、こんばんは。はい、こんばんは。見てくれてありがとうございます。はい、明日アルバイトを休みたいです、どうやって許可を求めますか、という質問ですね。はい、アルバイトを休みたいんですね。そうですね、アルバイトを休みたいのには理由があると思います。例えば用事ができた、体調が悪い、病院に行きたいっていう感じで
理由があると思います。だからその理由を、言う形で言うとするなら、この場合は体調が悪いということにしますね。例として体調が悪い、だから明日バイトを休みたいということで文を作ると、すみません体調が悪いので差し支えなければ明日休ませていただいてもよろしいですか。すみません体調が悪いので差し支えなければ明日休ませていただいてもよろしいですかっていう感じで、はい、丁寧に許可を求める表現です。丁寧に。これ以外の表現だと、すみません体調が悪いので明日バイトを休ませていただいてもいいですか。すみません体調が悪いので明日のバイトを休ませていただいてもいいですかっていう感じになります。はい、大丈夫ですかね。タイホクさんですかね、ごめんなさいちょっと読めないんですけど、こんな感じで明日のバイトは休めると思います。はい、はい、ありがとうございます。あ、グエンさん、すみません少しゆっくり、あ、少しゆっくり言った方がいいんですね。すみません、はい、ゆっくり話すようにします。来年20歳になります。今年は19歳です。はい、トンさん、これからもっと敬語を教えれば毎日見させていただきたいんです。あ、私がこのライブ動画で敬語について、敬語のテーマでもっとライブ動画をしたら毎日見るのになっていう感じなんですかね。はい、今日、そうですね、敬語、本当は私もこういう感じでどんどんやっていきたいとは思ってるんですけど、授業もやらないといけないので、そうですね、授業でだったら質問してもらえればその毎時間でも答えることができるんですが、そうですね、ライブ動画で毎日やるっていうのは少し無理かなと思います。すみません。はい、はい、こんばんは。隣の家には牡蠣がたくさんあるけど何と言ったら牡蠣をくれますか。あ、牡蠣がたくさんあるんですね。で、その牡蠣をもらいたい、そういう場合は、多分隣の人とは、あんまり仲が良くないというか、話したこともあんまりないっていう感じなんですかね。そういう場合は、すみません、牡蠣をいくつかいただけませんか。すみません、牡蠣をいくつかいただけませんかっていう感じで、丁寧に牡蠣をくださいっていう感じでいう感じですかね。はい、牡蠣もらえたらいいですね。はい、牡蠣、はい、もう一回言ってほしいっていうことでしたら、もう一回コメントに書いてもらえればもう一回言うので、はい、お願いします。どうやって漢字を覚えられますか。漢字は、
もう書くしかないんじゃないですかね。もうひたすら書いて書いて書いて練習して、それか、どうすればいいんだ。日本に住んでる方だったら多分すぐに覚えられると思うんですけど、ベトナムに住んでる方だったら日常生活の中で漢字を見ることって少ないですよね。そうなるとやっぱり漢字を書いて覚えるしかないと思います。でも1日に一気に覚えようとしたら多分無理があると思うので、1日に3個、1日に5個っていう感じで1日に覚える個数を決めて、それで勉強していくといいと思います。はい、僕のことが好きですか？わかんないです。はい、はい、レポートの作成が間に合わなかった延長を先生にお願いしたいとき、レポートの延長を先生にお願いしたいときですね。はい、こういうときは先生すみません、レポートが締め切りまでに間に合わなかったので締め切りを延長してもらえませんか、という感じです。はい、もう一回言います。すみません先生、レポートの作成が間に合わなかったのでレポートの締め切りを延長してもらえませんか、っていう感じで大丈夫だと思います。はい、分かってくれるといいですね。レポートを、はい、大変ですよね、書くの。先生の説明はとても分かりやすかったです。すごく勉強になりました。ありがとうございます。よかったです。はい。はい、こんばんは。はい、意外と案外という言葉の使い方はちょっと迷っています。意外と案外の言葉の使い方ですね。そうですね。どう言えばいいんだろう。いやでも結構意外と、意外っていう言葉と案外っていう言葉はそんなに意味に差はないと思うので大丈夫だと思います。例えば意外とっていう言葉と案外っていう言葉を使って同じ意味の文章を作ってみるとすると、このペンを使ってみます。このペン意外と書きやすいんだよね。なんか書きにくそうだけど実は書きやすいっていう意味ですよね、それは。で、それを案外っていう言葉でもう一回言い直してみると、このペン案外書きやすいんだよねっていうことになります。だから意外とっていう言葉と案外っていう言葉はそんなに意味に差はないです。はい、でももしレポートとかそういう、なんだろう、公式なもの、レポートとか、丁寧な日本語を使っているとき、使いたいときっていうときは、意外っていう言葉を使うといいと思います。案外は、結構なんだろう、話すときに、友達と話したり、そんなに
丁寧に言おうと言うときではないときに案外っていう言葉はよく使うと思うので、はい。あ、はい。私の名前は金城愛美です。金城愛美です。よろしくお願いします。はい。友達のものを借りたいときどうやって話しますか？というコメントです。友達のものを借りたいときですね。このペンを借りるとします。このペンを借りる。そういうときは、これ借りていい？これ借りていい？もしくは、もしその場にその借りたいものがなかったとき、友達が持ってたあの漫画借りたいなっていうとき、だとすっていう場合に使う表現だと、あの漫画借りたいんだけど貸してくれる？っていう感じです。借りたいんだけど貸してくれる？っていう感じ。はい。これは、あ、このペンとかその場にあるものを借りたい時も使えますね。このペン借りたいんだけど貸してくれる？っていう感じで使えます。はい、そうですね。はい。はい。先生は、先生赤はずまき、ちょっとすいません、赤はずまきが好きですか？トランさんですかね。これは好きかは分かんないです。ちょっとこの赤はずまきが分かんないのでごめんなさい。はい、こんばんは。はい、北さんですかね。授業欠席した、資料をもらいたいです。先生にどう言えばいいですか？はい、そういう場合は、もし欠席した日付が10月の10日だったとします。で、そういう場合に資料をもらいたいときですね。そういう場合は、すみません先生、10月10日の授業を欠席してしまったんですけど、その時の資料をもらえませんか？っていう感じで、はい、いいと思います。すみません、今日はあんまり見る人がいないので、あと5分くらいでこのライブ動画を終わりたいと思います。はい、すいません。はい、こんばんは。奨学金の申請はどのものが必要ですか？どのもの、どういうことですかね。どういう書類が必要かっていうことですかね。もうちょっとお願いします。情報をお願いします。はい。毎週先生ライブストリーム、毎週ではないですかね。次の Facebook でのライブストリームは今週ですね、14日にもう一度ライブの授業があります。はい、見てください。ぜひ。今先生どこでいますか？今は日本の栃木県にいます。日本の栃木県。はい。んじゃないについて、んじゃないについて、あ、何々じゃないについての文法ですか？じゃない、じゃ、何々じゃない、何々じゃないっていうのは、例えばいいんじゃないっていう文とかですかね。いいんじゃない、
これは何だろう、提案みたいな意味があります。いいんじゃない、いいんじゃない、うん、提案みたいな感じです。はい、いいと思うよっていうのを別の言葉で言い換えた感じですかね。はい、いいんじゃない、いいと思うよっていうことです。私はいいと思うよっていう時にアドバイス的な表現でいいんじゃないっていう感じで使うので、はい、そうですね、はい、はい、どうやって日本語が話せますか、どうやったら日本語が話せるか。日本語を書くとかテストの点数を上げたいとかそういうのではなくて、日本語を話せたらいいっていうことでしたら、日本語の勉強法としてはもうただひたすら日本語の音声を聞いてそれを言う。それも長い文章とかではなくて短い文、短い文のお手本、お手本の音声を聞いて発音を聞いてそれを真似して言う。でその短い文章のその動作を何回も何回もやる。例えばペンを借りるっていう文があるとします。そしたらこのペンを借りるっていう文もお手本の音声を聞いて何回も何回も言います。ペンを借りる、ペンを借りる、ペンを借りるっていう感じで言います。で、でまた短い文、別の短い文を同じように繰り返し聞いて言う、聞いて言うって感じでやっていけば、そうですね、日本語結構上達すると思います。これは私は英語でやったんですけど、本当になんかいつの間にか話せるようにスラッと出てくるようになるのでいいと思います。日本語でもやってみてください。はい、僕と結婚してくれますか、彼女募集中ですいやー、私まだ19歳で大学1年生なので、はい、もっと綺麗な方をはい、すいません、もう終わりの時間なので、これでライブストリームを終了したいと思います。短い間でしたが、そうですね、皆さんコメントありがとうございました。見てくれてありがとうございました。はい、では次は10月の14日です。はい、ありがとうございました。